はいどうも、タクタクです。リターンワンウェイトライフやっていきたいと思います。さあ、この重い扉を、板渡しして、橋代わりにし、彼女、かなえちゃんね。かなえちゃんを助けようじゃないかという、そういうことなんですけども。なかなかね、大変そうですね。この隣の車両、行かないといけないでしょ、これ。お前ら頑張るな。はい、でもう一つあると。いや大変よこれ。大変。勇者和樹頑張れよ。ちなみに彼氏の和樹と友達の咲ちゃんで運んでるんですけど、和樹くんは勇者という名の、腰抜けです。さあここに、じゃあ、はい、これをよくしょう。ドアは、穴全体を覆っている。やった、これでもう落ちない。助かった。これどこに続いてるか考えたくもないぜ。でこれで底なしに見える穴が列車の床の、あ、こっちやな、あれ、これでしょ、あれ、どこ、ここ、もう時間よ。あなたを待ってる間に幽霊になるところだったわ。子供みたいなこと言わないの。ジョークにもなってないぜ、かなえ。落ち着いて、そしたらこのドアを開けるのを手伝ってくれる？オッケー、カズキ、ハンドルに掴んで。かなえ、一緒にドアを引っ張ろう。せーので、思いっきりドアを押して。わかった、いい？ワン、ツー、スリー、スリー。あー、いや、どこがワン、ツー、スリーやねん。今めっちゃ、連打してる。うまくいきそうだわ。もう少しじゃ開かない。ねえ、ちょ、こんな時にタイムスリップはやめてー。なんだこれ、禁止台で引っ張り続けて。ねえ、これは何？みんな急いで。ここ、もう私だけじゃなくて何かいる。もう少し開かない。ちょ、もっと強く引いて、カズキ。え、あれ何？いや、キャーいやー、カナエ、カナエ、引っ張り続けて手応えはあるわ。キャーいや、キャー、なんてこと、カナエ、待って、もう少し。おいおいおい、やめろやめろ。キャーちょっと早く開けろや、マジ。千、千、キャー、何？おー、何事？カナエ？カナエどうなった？うわー、カナエどうなった？あ、カナエ、いや、おー、カナエかなえが、中に何がいるん？チャプター8、再会、飛んだ再会だな。え、カズキ、お前泣いてる場合か？どうした？何が起きたんだ？わからない、カズキ、こんな場所で確かなことなんてないわ。うう、かなえ。俺、この旅行が終わったらプロポーズしようと思ってた。頑張れよ、強く生きろ。おお、指輪まであるの？カズキ、いいえカズキ、私ならそんなことしないわ。まさか遺体の指に。な、どうした？何が起きた？消滅した。そして花になりました。一体どういうことだよ。カナエはいなくなった。そして代わりにバラがある。それってユータの時と一緒だわ。でも、どういうことだろう。死んだってことでは。死んだってことなのか。それになんであの人はセンの名前を。彼もあそこにいたの。セン、そこにいる？セン？また行っちゃった。セン、必ず見つけるから。カナエいや、わかるけど気持ちは。まあ、カズキ行こう。どこへ？俺たち閉じ込められたんだ。そう、幽霊か悪魔かみたいな、みなのと一緒に。俺は幽霊や悪魔なんか信じないからな。いや、めちゃめちゃビビッとやな。ビビッとったぞお前。カナエは死んだ。あいつらは俺たちを追ってくる。それも時間の問題だ。私はまだ諦めないし、あなたも諦めないわ。気を確かにして私についてきて。ああ、わかった。どこへ？管理人と奥さんはこの車両の一等客室に滞在していた。多分そこで何か見つかる。二人を助けられれば私たちも助かるかもしれない。一等客室、つまりここは入れるのか。入れないんだ。前に進み、道は塞がれている。一等客室、こちらにいいのかな。ここか。
あ、キャビネットにはリングボール。あ、ちょっとこれは多分誕生日ってことかな。1914年とかそれぐらいじゃなかったか、確か。あ、1918年、1918かな。あれ、でも触らせてくれない。おお、結婚写真だ。いた、あの二人だわ。とても幸せそう。今、そうは思わないけど、あの二人に起きたことは何でも、ただ二人を悲しくさせた。サナエ、カナエを殺したのは、それに多分ユータも怒りを、なんていうか本当の怒り。あー、何が起きてるんだ、サキ。何か来る。お、あの人よ、家政婦の人。名前は確かキヨ。キヨが写真パクってた。写真を破った。引き裂かれた結婚写真。裏面の半分には次のように書かれている。立花美奈子よ、何月よくわかんないけど、19年10日、あ、じゃあ1919年、行くと思いましょう。やめなさい、あんな古っちい写真なんか気にするな。ここから出ようぜ、さき。写真を見るだけでも二人が幸せなのを見るのが耐えられないみたい。彼女何かを隠しているわ、カズキ。ついていこう。本気か。ここにいるか、男らしく私と一緒に来て。人形や操り人形みたいに遊ばれるのには疲れたわ。お前の勝ちだ、先に行ってくれ。時計調べてないんだけどな。なんやねん。行こう、カズキ。冗談だろ、先。こっち。窓からでも調べられるんだろうね。外に出たみたい。端っこのドアの、長板が外れてるわ。で、俺たちは幽霊を追いかけている。なんで？なんで？線を連れ戻さないといけないからよ。それに、これをどうにかしないと。これが何であろうと止めることができれば、これ以上犠牲者が増えることはないわ。それをどうやってやるっていうんだ？それはわからない。でもやらなきゃいけない。そもそも出方がわからない。どこ行ったんだ？どっちの道？出るか離れるか。ここにいちゃダメだ。お願いだ、サキ。止めなくて、止めたくないの。カナエのため。せめて線を探すの手伝ってくれない？いつもアクションマンだったでしょ、カズキ。どうしちゃったの？俺は前もって勝てると分かっている戦いしかやってこなかったんだ。今なら分かるだろ？なるほどね。この旅行の前は知らなかったことがみんなにはたくさんあるってことが分かってきたわ。どういう？しまった！お、岩をも砕く亡霊。あっちよ。すげえ、急いでカズキ。おお、何かある。爆発しているようにも見える、絡み合った金属だ。錆びたパイプ。錆びてるけどまだかなり硬い。何かに使えそう。はあ、まだこっち。何？あ、結婚写真の残り半分だ。これでよし、後ろに何か書いてあるのかな。あ、松本昭夫と橘美奈子。1943年12月4日。ということは、何歳の時に結婚したんだ。まあいいや。でもなんで彼女はこんなところに落としたの？うわぁ！サキ！カズキ、助けて。助けてくれー。カズマ、危うく列車の中に引きずり込まれるところだった。私を騙そうとしたんだわ。そうなのか。バイバイ。こっちには行けないってことだ。中に出なかった。こっちには行けないってことですよね。お、今度は何から次へと。まあ、どうなんだろう。先にあっちに行くべきなのか。
婚記念日を入れれば俺は開くような穴に止まった。気をつけてカズキ。気をつけろって、俺はこんなところにいたいと思わないよ。ちょっと待て待て待て。なんだ？ねえ、ここに何かある。やっぱり、床板の間から何か突き出してる。うん、今気づいた。あ、子供の絵。ここでは時間が逆に流れる。鏡に映るのは一番静かな海。最高の時間を見逃さないで。あの子供気持ち悪い。うん、これかな。役に立たない。違う。時間が逆に流れる。今のトーンは使用。あ、つかそもそもここじゃなくない。あれ待って、夫婦のあれと、あの車両合ってる気持ち。違う、吐きそう。こっちにとりあえず来てみたけど、なんかあるかもねっていう期待感。ピアノこの辺にあったよね。まあ来てみることに価値はありますよね。何もなかったという事実を知ることができる。決して無駄な時間だとは思っていないよ。こういうとこは何回か行く必要あるのか。ここにいたくない。でも入った。じゃあここがユータを見つけた場所。そう、本当にひどい光景だった。わかるよ、さっき悪かった。俺はただ何、何でもない、忘れてくれ。あ、ここか。あね、ここの割れ目を少し広げれば隣の部屋に行けそうだわ。行く必要ある。カズキ、分かったよ。何か道具がないと一人ではここから先に進めそうないよね。あ、じゃあこれだ。このためのもの。錆びたパイプが折れてしまった。壁の割れ目は通り抜けるのに十分の幅がない。ってことはこれじゃない。これ十分。うん。頑丈なはず。バールが、いやもう、折れまくりだな。ケースもうすぐ開きそうだ。手伝ってカズキ、二人でやればちょっとくらいは壊せるはず。わかった。ければ。うぃー、チームワーク。よっしゃ、やったな、クサキ。ああ、取れるようになった。行ってみましょうかよ。あ、なんかあるぞ。木製の足、義手？帽子をかぶった女性ね。あー、彼女は誰に対しても態度が悪かった。でもこの義手は手で、義足ね。うん。義足のせいでずっと痛かったんだと思う。なんかある。なんだ、また死体か。うわー。落ち着いてカズキ、ただのマネキンよ。マジかよ、でも俺は悪くないぜ。だって死体にしか見えないぞ。うん。怖くのかな。あ、なるほど。マホガニ製。マホガニって何？マホガニ。響きがいいね。マホガニ。俺のマホガニがさ。どういうことだ？俺のマホガニ。マホガニ。マホガニ社とかそういうことだ、ね。素材の名前マホガニ。うん。マホガニ。あ、そんなマホガニ。爪元と一緒に何かが入れられたハードケースで足が、入っているような形に見える。お、うん、この列車には義足の人がいたってことか。つまりモーリス夫人以外にも患者が乗ってたってことか。え、足の形って言ってたよ。でも足が入っていたよ。うん。う、ここの匂い、前は気絶しかけたよ。ここはクラーク先生の看護婦がいた場所に違いない。だから彼女はモーリス夫人と親しかったんだ。うん。これも魔法ガニのなせる技ですね、多分。あの部屋はずっとするような音が聞こえたんで何があったのかな。いいことではないわ、残念ながら。ここに入れない。ここかな。ここは厚尾と美奈子の客室で、これもか。これ。壊れたアンティークの格好の時計だ。時計には針がない。私、子供の頃こんな時計を持ってたな。
1時間ごとに小鳥が出てきて踊るのが楽しみだった。鳩時計なのにカッコって鳴くっていう謎の時計ですね。1943-1241-1943-1241-1943-1943であったよ、とりあえずね。これでいいと思う。3491ってことじゃ逆に流れるって言うから。3491。違うの？1204かな、じゃあ。1204。どない折衷伝4021。ちょっと待ってね、もう一回見ていい？これ時間逆に流れる。鏡のに映るのは一番静かな海、最高の時間を見逃さないで。鏡に映るのは一番静かな海。なんかとりあえず光っていた方のイベントっぽいとこに行ってみると、何かまたこれだけじゃ足りないでしょうね、何かね。こっち行けるかな。あ、行けないか。これだけで謎を解けってこと？まあ、ホガニ製の義足が気になるってことだな、今。ゲームの話。やっぱ魔法ガニだからな、なんせな。ここの、これは足が入って、こういうことじゃない。ではない。魔法ガニ。あ、そういえば。セーブしたいな。セーブして、あ、足を取られそうになったやつを、だからこっちに行かなきゃいけないのはこっちに行かないんだけど、マホガニー製の義足をこいつに。マホガニーだよ、俺のマホガニーだ。不気味な手が木製の足を引きずっていくが、すぐに戻ってきてしまう。もう行けると思ったのに。確かに足が2本いるんじゃないか。2本目のマホガニーか。2本目のマホガニーなー。カズキのマホガニーでいいんじゃない。もうマホガニーって何よ。もう今日何回マホガニーって言ったんだ。ここにやったんでしょうね、多分マホガニーがね。もう1本はね、2本目のマホガニーを探さなくてはいけない。2本目のマホガニーが、いや、これ熱っ。ここなんかさ、これと、でもなんか俺納得いかない。ここの番号が時計とリンクしているってことなのか、じゃなかったらわざわざさ、こんなね、1943とかね。もう一回だけやってみよう。19。まさっき間違ってた、これもしかして。43。違うね。34。そんな単純なことじゃなかったってことですか？この決定ボタンが間違ってるわけじゃないね。わかにゃにゃい。わかにゃにゃいぞ。わかにゃにゃいけど、こっちの車両ではないみたいだね。まあでも、まあ次回でもいいかな、これはね。それまでにタクタクさんが謎を解決しとけばいいだけの話だから。あの、それまでにちょっとマホガニーをね、皆さん調べておいて、コメント欄で報告しといてください。あとはお前は調べないのかいっていうね。
もしかしたら喋るかもしれないけど。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。次回は、マホガニには関係ないね。まあ、2本目のマホガニがあるか分かんないかもしれないから、2本目のマホガニを探して、あの、手にね、お預けしたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。したっけ